私したそれがあれば。
Thank you.
猿が三匹。一つはカラカ。そなたもこの元老に迷い込まれましたか。そして使命を持ちここを出たがっている。ああ、それならば屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば巫女様のお声がかかりましょうや。紫着物の猿は見る猿です。目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら近づく前に姿を見られ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。代々着物の猿は言う猿です。目も耳も特に良いということはないのですが、人を見れば大騒ぎして、猿たちは皆逃げてしまいます。あるいは人をからかっているのでしょうか。緑着物の猿は聞く猿です。耳がよく遠くまでよく聞こえ、よく気がつく。尋常なら近づく前に音に気づかれ逃げられてしまうでしょう。ひどく臆病な猿ですゆえに。ああ、私は元老を出たいとは思いません。ここは大抵静かですし、ある意味仏様の悟りに近しい、そんな風に感じるのです。ああ、そういえばかつてあなたと同じく使命ある者がおりました。しばらく猿たちを追いかけていたと思いますが、いつか静かになりました。そなたが猿たちを捕まえられるよう願っていますよ。
Thank you.
お許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれは叶わぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか、わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。
あなたは流飲の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。竜飲を断つ術があると。うん。つまり巫女は竜飲を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、いいなものですね。私は、オチの巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた、偽りの流因を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、ここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかはわかりません。なれど流飲が人の生き方を歪める。それを憎むのは私も同じ。巫女の忍びよ、私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり、元気も出ましょう。巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に、豊かな実りのあらんことを。
前さん、何か言おうか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。狼殿、調べをする。それか、はい、九郎さん、竜院倉庫からただ一人、それを酒を。あら、これは猿酒ではありませんか。何がおかしいのだ。まずはいただきますね。お猿、私は猿には何かと縁深いのです。猿と。はい、何せ私は猿に拾われた子です。うん。信じていませんね。幼き日、戦場後に一人、私は呆然と立っていました。何も、泣くことも怒ることもできず、ただ呆然と。そうしたら猿が握り飯を食っていた。猿がか。はい、それはうまそうに、恨めしいと思いました。そうしたら今度は猿が握り飯をくれたのです。とてもうまかった。親切の猿だ。まことに親切な猿でした。狼殿、ではまた。狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て、死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの竜印を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの竜印、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。竜印はやはり人のありようを歪めてしまうか。授かった不思議があれば、我が血を流すことができる。これで源の好機にまた一つ近づいた。不死立ちなさねばな。御意。おう、狼よ、新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは。これを見てくれ。
これは源の子を求めた者が記した書物じゃ。好機を放つ石が祀られた村があるそうだ。ですが、そのような村聞いたことがありません。村はアシナの底にあると書かれているな。月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。見投げば、そういったものを見ました。それは一体。ステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げようと。ふん、身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい、鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった、気をつけるのだぞ。戦況に至るための子集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。好機を放つ石が祀られた村がアシナの底にあるという。身投げ場から飛び降りればおそらくたどり着けるだろう。鳥居をくぐった方向からか、そちらへ。わかった、行くか。狼よ、頼んだぞ。は。狼と知ら、ああ、それ、み、はい、狼。狼知ら、それか、み、はい、狼。それが不思議りか。セキロ、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。うん、そうか。赤き刃がな。のう、セキロ。不思議りがあれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀がお主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。不思議り、死なぬ者を切る刀がお主の手中にある。よく見定めてから抜くことじゃ。赤の不
信じるならば、あやつの手にあるのは黒か。力のためなら己すら捨てる。そうよな。